来看我们的有什么中国生活，欢迎光临。第五集，好牛逼啊！牛逼个逼！逼！好，这节目呢，我们邀请了一些在中国上海的，就日本的留学生，跟他们那个聊天的一个节目。好，那介绍日本留学生，请。请。大家好，我是悠悠。不是留学生吗？太老了，太老了，太老了。害羞，我害羞，害羞，我害羞。荻野博之と申します。好きな有名人は、中国のドラマで愛人語彙。おお。前者。めっちゃ好きです。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。島田孝之です。好きな有名人は特にないです。どういうことやねん。山田孝之、三軒シャオチ、大好き。何ドラマだっけ？最近だったら。全然出てきてへんやん。好きなんじゃないの？闇金島。あの千島君の主人公でしょ？主人公。わかる。演技が半端ない。鈴木真理です。松岡修造さん。熱血で、もう一説によると彼がいるとかは晴れる彼がいないと台風が降ってるそのぐらい暑い人ですね。すごいよね。大家好，我叫哈娜。我喜欢的艺人没有。このコーナーですね。日本の学生に聞いてみたいいろんな質問を寄せられているので来てます来てます、皆さんに答えてもらおうと思います。皆さん大丈夫ですか？大丈夫です。声が小さい。大丈夫です。バラついてる今日もね、ここにいて、はい、やりましょう。ではね、早速今日の質問です。はいはいはい。中国人すごいなと思った瞬間はどんな時？なんかお腹はな、中国に来たばっかりで、タクシー乗ってた、タクシー、結構みんなクラッシュ鳴らすじゃん、でもその時、前に公安の車がいたの。公安の車が？公安の車がいたんだけど、タクシーだった。すげえな。すごくね、それ。最近確かにね、クラッシュ少なくなったけど、一番の時計だった。那我们看一下大家的评论哦。今天的第一个就是这个，噔噔，恋爱にとても積極的。でもこれはちょっと分かる気がする。中国人と日本人のこのやっぱり積極さはちょっと男性も女性も違うと思う。これは誰やねんやろうね。自分ですね。そうなんや。中国人はすごい積極的で、好きな人ができたらどうやるのって言ったら、どうやるのって言うのか。どうやるのすぐ連絡、2人でご飯行こうってすぐ言って、ですぐ2人で会おうとして、2回ぐらい行ったら気に入っちゃったらもうやばいしちゃうみたいな。これどうなの？こんなに展開早いかな、中国なんですか？没有吧，不是每个人都这样的。哦，真的？正好你遇到的人是这样的。不是，可能你魅力太多了。对，很多女生就特别主动的追你。对，他们做一个女人的。だって俺いつも誘ったら、最近宿題が多いから。おばちゃん。いや、宿題みんな多い、大変なんだな。本当だ。宿題ばっかなんだって。そうなんだよね。そうだよね。そうだよね。ね、おじとタカちゃんに聞こうか。じゃあ肉食系か草食系か。肉食ってば、うん、じゃあ積極的な、積極的、主動だね。草食、草食、じゃあ被動、草食、草食的。自分はめっちゃ草食なんですよ。寄ってくるね。草食って寄ってくるタイプだ。違う、トランプ式だから。こういうふうにミスっとく。俺草食だから。あ、そうなんだ、行こうっつったの。草食系男子が好きなのか、それとも
草食系男子が好きだ。なんで両方肉と草。肉と草。ロー、うん、私はもう断然肉。肉がいいですか。肉食がいいです。そうなんだ。ロールキャベツがいいです。あー、ひどいな。ロールキャベツ男子。ロールキャベツ男子。ロールキャベツ男子。カンチラ草食女子が表面の男子リベンヨロー。あー、ロールキャベツ女子だ。じゃあちょっと、次の質問いきますか。じゃあ次はね、勉強熱心だと思う。ほう。まあ確かにね、受験勉強とかすごいからね。確かに日本に比べたら、それはびっくりするところだと思う。これは誰だろうね。誰ですか。はい。おお、姉さん、姉さん、姉さん、あの大学、復旦大学の中国人は特に熱心なのかなって思うんですけど、図書館とか、うん、あの教室とか常にテスト前はもうずっと自習してる学生。でもこれってさ、うん、なんかみんなが何寮暮らしだから部屋だったら集中できないからとりあえず図書館だって。なるほどね。よし。なるほど。俺も高校の時はあの受験勉強で、うん、あの好きな女の子が図書館で勉強したから言ってた。最後にこのコメント、うん、話すときに英語を間違える。何これ、どういうこと。はい、おお、あれ、何何、はい、え、あの英語間違えてないよ。いや、やっぱりはいだから、今全然見えない。全然見えない。またはいに見えない。あ、見えない。またはいに見えない。今、はいだから。今、はいだから。何言ってんの。いや、やっぱり中国人が、ね、なんか中国語をバーしゃってるのに途中途中ナイスとかつけて付け加えるんですよ。ああ、中国語でナイスって聞いたことある。刚才你说的 idea 的 nice、 そんな感じ、まあ、そんな感じですね。あの、ナイスの、ナイスの後ろとかもなんかもう中国語ナイスだけもう英語。ナイスプレアは、ナイスプレアは。アウトだ。アウトだ。アウトだ。ハイチライだ。ハイチライ。そうですね。ヘッドプダウン、シャーティン。そろそろやろうか。そろそろやろう。見直せれてるからね。え、でもちょっとね、これでも日本でも言わない。だって普通の日本語で英語交えるとかすごい多いじゃん。多い。だってあの、いや、今のアイディアすごいないっすね。普通に言うよ。けどちょっと日本ってちょっとあの英語から来た日本語じゃない。外来語だよね。あー、カタカナみたいな。書くときももう日本語みたいな感じじゃないですか。でも中国の場合漢字漢字漢字英語みたいな。あー、なるほど。確かにそうだ。確かにそうだ。日本語だとその外来語だともう全部あのカタカナだと思います。え、なんマリリン主演者日本語言うじゃん。ファミリーマート。違う違う、クディーンこのちょっと声見ちゃう。ファミリーマート。アイスクリーム。アイスクリーム。ランチョ。ランチョ。バリボ。違う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 。Do you like animation? I like. Did you cook yourself? Yeah, I like to cook Japanese food and Chinese food. Yeah. Do you like Shanghai? I love Shanghai. What kind of place do you like? I love cafe in Grand Shinkenti. Somebody told me that you used to live in the States, right? I mean, like, you were born and raised in the States. So.Do you know anything about like things? I don't know. Testing. Yeah. 分かんない。分かんない。Do you like Japanese food or Chinese food? Japanese food. Japanese food. So what's your favorite? Chima? Chima? What's your favorite? I have to finish.Okay. 好，那最后跟我们一起学习日文。今天呢，日语是这个。对对。しずる感がパネース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 。
意味分かる人いる？いやもう全然分かる。日本のね広告業界でよく使われる。あ、業界の人だ。業界の人サンタね。食べ物の写真を撮るときに、うん、すごく刺激がついてたり、うん、みずみずしく美味しそうに撮ったら、うん、その写真はシズル感があるって言うんですよ。なるほど。この写真シズル感あるねーって言ったら、もう広告の人ですか？ちょっと普通の人は分かんなかったよ、本当にね。分かんないよ。じゃあ、あの、おとりしてないです。下个月会更新的。好，更新的。好，那就再见，再见，再见，拜拜，拜拜，小草子。来，回头。哈哈今天的会场是风虎王小珍，谢谢给我们提供会场。然后谢谢收看我们的节目，希望大家转发给朋友安利一下。